すごないでございます、はい、60歳の男性、はい、自宅でテレビを見ていて、急に卒倒したということで、意識がないということで、通報者が奥さんです。奥さん、はい、はい、で意識がないということで、CPA 活動をしていきましょう、はいはい、で準備するもの、モニター酸素、吸引、特定ボイボックス、バックマスク、以上6点お願いします。はい、はい、池田です。お願いします。はい、顔面操作、呼吸チョコなし、モニター酸素、バック準備、進ませてもらいます。お願いします。ちょっとあります。1、はい、3、4、5、 CPA、シーマ開始。よし、ちょっと吐き出ました。はい、吐き出ました。シーマね、はい、はい、はい、最初上げ VF、1回目テイクショック1、シーマ開始。大丈夫、モニター出ました。ハゲ PA、奥さん、はい、こうなった状況教えてもらっていいですか。テレビを見て、一緒に見てたんですけど、はい、ちょっと急に胸を押さえて倒れたんですよ。急に倒れた、はい、はい、はい、換気は良好ですので、LT 挿入指示お願いします。はい、わかります。ライトテンション、よし、針出ます。20針は15度から20度で停止。バックバリ、さらに2カ月進みですね。30 LD 挿入。先ほどの患者なんですが、9時50分 LT シャープ4を挿入し、搬送開始したいと思います。エアゾルフィルターつけてます。はい、つけてます。はい、20。歯科医病院に電話かけます。もしもし先生。はい、どうぞ。はい、現在搬送中、宇佐野救急隊救命士の可能です。先ほどの患者が、もうちょっとやっぱ聴診をしてほしいかなっていう感じかな。また最初の観察でロスクして、あとはもう観察して。その LT 挿入して非同期でシンマ押すじゃないですか。で、中中ね、ちょうどいいタイミングがあるんですけど、非同期になっちまった。ある意味30対2より非同期の方が現場離脱のタイミングですけど、自分のいいタイミング、まあ、関係なくいけるんでしょうけど、多分乗せるだけで、あとはそれじゃない、うん。